今回は、2021年1月に登場する鬼滅の刃のプライズ商品を紹介したいと思います。早速、キャラ広場、セガ、バンダイの3店舗のプライズ商品を見ていきましょう。まずは、ラバー付きマスコットペンです。こちらは第2弾になります。とっても可愛らしいですね。続いては、おなじみのラスカルコラボぬいぐるみから、品津川さねみと、姫島行明です。早くも第5弾となっております。第2週には、ポフットぬいぐるみから、富岡、胡蝶、渦井の3つが登場します。個人的に、ポフットぬいぐるみは大好きなプライズなので、楽しみです。こちらは1月14日からとなっております。続いても同じく、でっかいポフットぬいぐるみから、渦井天元と、イグローバナイが、登場です。渦井さんの悪っぽい表情、たまりませんね。こちらも同じく、1月14日から登場です。続いては、フード付きブランケットです。第3弾目くらいでしょうか。今回は、禰豆子と富岡さんの柄になります。冬にぴったりな商品ですね。続いては、ぬいぐるみです。禰豆子と、おばみつ、最高ですね。カバンなどにつけやすいサイズなのが良いです。続いてはバスタオルです。第3弾目になります。アニメのワンシーンですね。これもとても人気が出そうな柄ですね。続いては、ゆらゆらマスコットから、渦井、甘露寺、イクロが登場です。こちらは1月21日から入荷予定です。第5週目には、引っ掛けフィギュアから、渦井、富岡、姫島が登場します。これめちゃめちゃ可愛いですよね。絶対ゲットしたいところです。そしてこちらの、品津川、胡蝶、トキトーの引っ掛けフィギュアも1月中に登場予定のようです。日程は未定と記載されていました。気になる方は店舗さんに聞いてみたり、ホームページを随時チェックした方がいいかもしれません。続いては、なんと大人気、絆の層から、煉獄さんと渦井さんのフィギュアが登場します。煉獄さんはセピアカラーですね。これはまたすぐなくなりそうですね。1月26日から入荷予定です。絶対ゲットしたい方は、初日に行くことをお勧めします。続いては、でっかいポフットぬいぐるみから、甘露寺みつりと、時藤無一郎が登場します。ポフットシリーズはキャラに合った表情でとても可愛いですよね。こちらも1月26日からスタートです。なんと1月後半には、キューポスケットが2つも登場します。まず1つ目は、伊之助のキューポスケットです。この大きさのキューポスは初めてですね。素顔バージョン、可愛すぎます。そしてついに、煉獄さんのキューポスケットも登場します。こちらは特に待ち望んでいた方も多いのではないでしょうか。すごい人気になりそうですね。可愛いし、作りも良くて最高です。こちらのキューポス2つも1月26日からスタートします。1月26日はたくさんのプライズがスタートするので、ゲームセンターも混み合いそうですね。今回は、初の試みで今後登場するプライズ品について紹介してみました。鬼滅のプライズはどれも人気ですし、続々入荷されるので、要チェックですね。好評そうであれば、2月、3月のプライズ品の紹介もしたいなと考えています。この動画が良いなと思ったら、高評価チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた。